お疲れ様です。宮野さん、今回の今月のロケはね、2人もゲスト呼んでますから、まあ、とりあえず紹介しますか。お二人です。でん。はい。はい、藤村海です。西田黒です。ありがとうございます。いやーね、美味しかったね。美味しかった、ね、違う、もう食べるぞ。これからじゃないですよ。そうね、もう気がついた。ね、諸事情によりね、オープニング撮り忘れて、今食べ終わった後にオープニング撮ってます。オープニング V がないって思ってるからね。はい、いっぱい食べたね。ありがとうございました。だけどそれがどう見えるかは見てもらって、はい、あのレスラーの未来の2人がね、デビュー1週間前と、はい、骨折2ヶ月目、骨折2ヶ月目がね、2人の坊主頭と頑張りましたから、はい、これは V に V 見てもらいましょう。どうぞどうぞ。はいはいはい、お願いします。ニコプロ視聴者に自己紹介。はい、レスラーの藤村海です。よろしくお願いします。レスラー練習生の仁木拓郎です。まだ練習生、はい、そうです、まだね、はい、まだ練習生だし欠場中だし、あのなんだこのメンバーはってなるけども、あれなのね、三浦君が若い2人に未来のレスラーの未来を囲い込み作業をね、はい、あのそれチューブね、撮らせてそれなんで、はい、今からあのニコプロは、ニコプロのどうのこうのは、あの若手2人に寿司接待寿司接待ね、あのたまたまテレビでさ、どでかネタ持ちとかやってるから頼んで、はい、頼んで食べましょう、早速ね。めちゃくちゃ食いますけど、いいよ、大丈夫ですか。いいよ、100皿で、はい、頑張ります。いいよ、いいよ、全然好きなの頼む、はい、頼んで、頼んで、頼んで、全然来るよ。行け行け、回ってねえから、全然え、いいよ、もう頼んじゃうよ、適当に。こんなの流れてる、流れてる、ここに流れてる。行け、好きなもん。ここでね、ラーメンとか頼んだら焦る。いきなりラーメン一品目から買い、ラーメンを10個詰めてみ、特大ジャンボ赤い。いけいけ、もう全部2皿ずつとか食べちゃう。いいっすね。あ、俺甘いけど好きなもん、ラーメン好きなもん、好きなもんいいですよね、ミュージョン。はい、4皿ずつしかやるんじゃあ4皿ずつ頼めばいいじゃん、あなたたち。これ以上来させないっていうぐらいまで4皿ずついったら出禁になるぐらいですよ。ただここに突っ込んでくるから、はい、ギャーってもうすぐこう俺たちは回収して、はい、え今ちょうどデビュー1週間前です。そうですね、23日ですね、はい、ちょうどですね、うん、ちょうどですね。そろそろ緊張されると思います。いや、もうだいぶ前から緊張します、ね、あ、そう。はい、でもアマレスやってるからさ、はい、大会とかあるから、まあそうです、全国大会だからその経験があれば、まあまあそれも緊張するじゃん、あれだって負けたら終わりだし、はい、します、ね、それでさ、負けたら終わりはないけど、もう客前、そうですね、みんな見てるから、お前を、はい、1000人お客さんいたら2000個の目が見てますからね。いやでもね、ちょっと前にデビューして、はい、だけどもうお前も何試合目だっけ、さっき5試合、ちょうど1ヶ月後の子だっけ。そうだよね、もうまたデビュー戦見なくなっちゃうじゃん。そうそう、また緊張しちゃうじゃん、ね、だけどレスラーの未来だからね、はい、寿司接待で、はい、ニコプロが YouTuber には負けねえぞ。 YouTuber だけど、このロケ映像も YouTube で上げちゃうからね、はい、最終的にニコプロチャンネルの視聴者数を稼ぐっていう。寿司とか来る？寿司めちゃくちゃ好きですよ。あ、そう、はい、でもこっち来てあんまり食べないです。そうか、あんまり、はい、寿司、新潟だからね。そうですね、新潟出身なんで、新潟だから、はい、僕サーモン派なんですよね。目についたの4でいいですよね。え、目についたの4皿とかでいいですよね。ガシ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 え、ドデカネタ祭り、ね、今月の太鼓もありますよ。あれなんですね、スシローのポテトはポテローっていう意味ですよ。あ、やってますね。やってますね、ポテローみたいな。あ、来た。じゃあ、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 やばいやばいやばい、すごい渋滞してる、渋滞してる、渋滞してる、渋滞してる。食べて食べて、ほら、これでかっ。
でかいエビです。すごい。あ、いけいけ。到着した商品にお取りください。すごいすごい言ってくる。すごいっすか。うん、どっちっすか。もう頼む頼む、箸出してほら、醤油かけて。もうどんどん頼まないとダメだよ。食べ食べてほら、はい、エビとサーモンしかないけど。お前らそれしか頼んでないのか。はい。おい、あ、すごい。エビ頼んだ。ジャンボエビ頼んだ。ジャンボエビ。ホタテは、ホタテは大丈夫。ホタテ欲しいですね。ホタテ欲しい。はい、すいません。イカ、エビ天、イカ欲しいっす。イカ、はい、はい、いただきます。いただきます。お願いします。来た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 。到着した商品にはお取りください。うん、すごい言う、すごい言う、こいつ。食べてほらほら、早く早くじゃないと置く場所なくなるよ。ほら、いただきます。おい、いきます。食レポだよ、食レポ。食レポやったもんじゃない。いやー、食レポを知らないと。すごいですね。あ、すごい、おいしいです、おいしいです。え、はい、でかい、でかい。うん、うん。うん、エビめっちゃ美味しい。三浦君、今のうちの若手どうですか、食レポ。まだ一歩目だ。まだまだ今の準備段階、まだね、練習なので。まだね。到着した商品にはお取りください。やばい、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 やばい。あれですよ、良きところで三浦君も置いて、はい、食う方には回らないと。いただいちゃいます。イクラです。僕が一番好きなイクラです。イクラ好きなの。イクラ大、イクラとこのとびくも好き。つぶつぶ系が好きです。食感が良い。イクラとびくももうちょっとですね。やばいやばいやばい、全部全部来た、全部来た、全部来た。やばいやばいやばい、食べ食べ食べてほら。俺がやたらめたら頼むから。なんかこの絵が YouTuber っぽいですね。いいよね、これいいよね。これイカは食べていいか。いいですよ。あ、今、今ダジャレいいよ。今のが未来のスーパースターの、スターの大爆笑キャビン。そうですね、もちろん。やる以上は、やる以上は、はい。到着した商品にはお取りください。僕もデビュー2戦目開始社長だった。顔面蹴っ飛ばされました。そうだね、社長ああいう感じなんだけどさ、えぐいんだよ。えぐみがね、笑って、うん、笑ってね、人蹴飛ばすんだよ。各方の中にもえぐいディレクションしてましたよね。林さんがいるからね、ホンダとアレハンドが大暴れしましたもんね。シャワー浴びてこいよとか言ってましたもんね。トンネルズだね、トンネルズ。うん。え？見た？林さんのハリネズミ散歩してたんだって。嘘だろ。絶対嘘だ。めっちゃ面白かった。そんなハリネズミゲージ持って散歩っておかしいだろ。来年近藤さん裏切るって。うわあ、あれ近藤さん裏切っちゃったら僕屋さんみたいになるってことですよ。じゃあやめましょう。それはちょっときついですね。
レッスル1のここがいいありますか。レッスル1のここがいい、はい、なんだろう、ないと。あれ、じゃあレッスル1のここが嫌だありますか。ここが嫌だわ。すぐ出た。すぐ出た。ここがいいわ、はい、ありました。先輩が優しいですね。小野さん、いかがですか今の。何点ですか。絶対嘘だもん。優しい先輩なんかいないだろうな。いますよね。え、いますよね。いないみたいです。ここが嫌だもん。ここが嫌だ。これはいっぱいあるだろ。適当な物をいっぱい作る。あとあれじゃない、給料が安いとか。給料が安い。あれあれ、うん、人使いが荒い。無茶ぶりがひどい。そうなんだ、全部言ってくれ。お前それ言ったらなんか俺が会社批判したみたいな。ごったけけけけ。エビ天、エビ天。折れてる。これ俺、これ俺サラダ、ブロッコリー。健康志向ですね。というか切れてんだねそれ、エビ天。どれかの割に二つ折りにされちゃってんじゃねえかよ。おでかの割に2つ折りになっちゃってて、かぶりついた絵がなくなりました。やばい、三浦君のちょっとあれキャ、ディレクションちょっと失敗しちゃったね。失敗しましたね。うまい、よかったです。熱々、うん、うん、でかいっすね、でかいっすね、エビがでかいっすね。でも、ミキ新潟だから、新潟の方が寿司うまいんじゃない。うん、まあそうかもしれない。なあ、新潟には勝てない。やっぱり、はい、でも新潟愛、新潟愛、スバメ出身なんで。だから、馬場さんの地元の方だよね。そうです、スバメ三条ね、はい、こっちでやりたいですね。あ、そう、やるなら。地元の英雄が凱旋しますよ。でもレッスル1ツバメ来た時、うん、僕見に行ってるんですよ。河野さんの、はい、試合されててデスペラード。そうか、そうですね、旗揚げ当初か。そうですよ、これでしょ。あ、でもちょっとお前ここの厚みって、お前ここの厚みちょっとやばいですね。え、結構重そうですねちょっと。うん、だけどあとこれあれか、一応牛か、この寿司か、和牛って感じですね。食べる、食べますよ、食べちゃっていいよ。ああ、俺サーモン来た、俺大好きなサーモン。はい、ズワイガニ。いよいよ食レポ本番ですよ、これ。これ本番ですか。でも和牛だからうめんじゃん。どう、あ、すごい美味しい。だって肉の寿司だもんな。わさびとマッチしてます、すごく。山わさび、山わさびと、はい、美味しいです。美味しいです。どうですか。どうですか。視聴者の皆さんがいる。これアンケート取りますね。視聴者の皆さん、はい、今の食レポ何点ですか。うまいしか言ってないですけど。スシローの社長が見てるかもしれない。わかんないよ。あ、あの子使えるってなるかもしれないし。そうですね。CM 来ますかね。寿司屋の CM 来るかも。めっちゃラッキーですよね。ただこれで寿司屋の CM 来たら2個分抜きますからね。はい。僕らお金好きなんで。うち経由してもらってっつって、はい、もう
お金とか利権とか大好きで会話がえぐい、もういい思いさせてくれたらすぐに転びますよだけどあのソヤチューブには負けたくない、ソヤチューブは敵ですバチバチです、バチバチです、車内で口利かないぐらいですやるぞ、何がそんなソヤチューブ許せないですか。もう寿司がほぼない現在お熱くなっておりますのでオーダーカップごとお取りください。ラムシ、これはこれ多分違うような中身、違います、味噌汁と青さです。お弁当箱みたいそうだね、すごいよ、ね、まあまあ横転してしまったら困りますもん ね、 ね、あ、アサリ、うん、あたたたた、あ落ち着きますね、味噌汁ジジイか家じゃない味噌汁飲んで落ち着きますね、ジジイやないよいやあったまるな、美味しいな、落ち着くなってエビワンタン、熱いけどめっちゃエビ。でもね、寿司屋のラーメンうまい説ありますからね。回転寿司のラーメンな。うん。すごく魚介だしですよ。ただ寿司屋に来たんだから寿司食えっちゃう話です。あ、来た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 。今の食レポもアンケート取っていいですか。はい、もちろんそもそも俺別に関係ないし、そこで評価を得ようとか俺頑張ってないしいただきます、いただきます。プルプルですね、プルプルうん、黒蜜が美味しいですね、甘くてちょうどいい甘さですどうですかもう心がさ、大丈夫かな大丈夫かな、結果美味しいですしか言えないっていうさだけどこんなに寿司食ってからだからね、ついこんなに食ってたから、甘すぎないですね、美味しいです。あ、そう、はい、どう見ても俺たちまだこいつ茶碗蒸し食うのかなと思ったよねこれ来た時は、器が茶碗蒸しだから締めの茶碗蒸し、締めの茶碗蒸しと思った、黒蜜ミルク杏仁豆腐、でもなんかとりあえずあれだよね、黒蜜かけとけばいい感はちょっと牛角アイス感が出るよ ね、 ね、黒蜜きな粉みたいな すぐみんな頼る、すぐ頼る、そうね、そうなんですよ、否定するのやめてください、会社にケチつけるのやめてくださいあれ、彼は兄貴は池さんって彼は食べよう、これは頼む、今からで今から、はい、左デザートいっぱいあったでしょ、はい、結構あります、じゃ最後、先輩に締めて、先輩バーチッとね、先輩にバーチッと締めて出しておきます、大丈夫か、入れだけじゃなくて心もできる、俺もね、食器もテレビに俺出る、これ出せないっつって来ましたね、食べたいのがあったかわいい、おぉ懐かしいの匂いが、食べれなくてもいいか、来たら面白い、はい、行きます、懐かしいどうですか、でもこれのいいところはあの味とかよりこれ食べるじゃないですか、で食べたこの容器でお風呂で遊ぶっていう、ちっちゃい頃みんなやってた、
これがいいんす。おいしい。